はい、速稼塾の久保です。サムネイルをご覧になってね、ピンときた方がこの動画にアクセスしてくださったと思いますけども、ファイルコインね、昨年の10月ぐらいだったかな、この話聞いて、ものすごくね有望だなぁと私は思いました。そしてお金を入れて、すぐに11月ぐらいだったかな、11月ぐらいから利益が出ますよってことだったんですけども、私の入れた41万1000円は未だに1円も戻ってこず、何の動きもなく、11月の中旬に動き出すこともなく、このファイルコインっていうのは未だにどうなってるのかよくわかんない状態でございます。そんな中ね、昨日 Facebook を見ていると、なんとね Facebook の広告にファイルコインが出てきたんですよ。今大注目の暗号資産ということでございまして、いやーね、このファイルコインになんかやられた私としては、この広告をこのタイミングで見るとはね、何の冗談かと思ったんですけども、わかんないですね。これからね、これからもしかしたらこのファイルコインを知って、私みたいな人間がいることを知らずに、まあ、手を出す人もいるかもしれません。まあ、もしかしたらね、これからファイルコインというのが動きを活発化させてきてね、私をはじめ皆さんをね、億万長者に導くかもしれませんけども、このままおとなしく消えていくのかもしれません。まあそれはね、神のみぞ知るというところでございます。それじゃあね、どういう形でそのファイルコインというのが出てきたのか、もう一回ちょっとね、この動画を切り替えてご覧いただければと思います。それでは今日は以上でございます。では、はい、これなんですけどね、 Facebook 見てるとこういうふうにファイルコインの広告が出てくるんですよ。これ今からこのファイルコイン売り出してどうしようって言うんでしょうか。倉本さんっていう方とね、このなんていうか、のねとなんとかグループっていうのがいますけども、この人誰ですかね。ちょっとクリックしてみましょうか。クリックすると広告の本文が出るわけなんですけども、ズオンラインですか、アフタービットコインの大本命暗号資産ファイルコインの徹底解説って、随分詐欺られましたよこれ。詐欺られたファイルコインがなんで注目なんだろう。概要、新型コロナウイルス、2020年11月に入るビットコインが、なんかこれ情報遅いですね。2020年11月とか。その名もファイルコイン。出たー。本当なのかなー。随分やられたよ、これ。だいたい腕組んで立ってる人がいますね。ジェイカムって何ですかね。ジェイコムになんかこう、かけたんですかね。この二人がやらかすということですか。金融コンサルタントから見た暗号資産ファイルコイン。かぁ。こんな方におすすめ。お金をなくしたい方。なくなったよ、41万1000円。返せ。参加者のご感想。IPFS の説明がとてもわかりやすかったです。やられましたよ。今後の成長性の期待を感じさせることができました。初めて暗号通貨、セミナー。どうなるんですかね。ファイルコイン、まあ儲かる人が出てくるならいいですけどね、儲からない人がたくさん出て欲しくはないなと思います、私みたいに。全然ね、これお金払った後動きがないというね。で、11月の中旬ぐらいに始動すると言われてたんですけども、この広告が11月の中旬ぐらいですね。で、今もう1月が終わろうとしてるんですけど、音沙汰なしと。これは今からこのファイルコインどうするんでしょうかね。どうなるんでしょうか。まあ私はね、このファイルコインにお金を投じて今のところ何もいいことがないんですけども、もしかしたらこれからファイルコインに参加される方はいいことがあるかもしれません。どうなんでしょうか。私もね、まだね、結論するのは早いかなと思いますけども、今この広告を見て、まあ言えることはやめとけということしかないですね。これはまあ私の判断ですけどもね。皆さんはどういうふうに思うでしょうか。それでは皆さんね、暗号通貨ライフ楽しく送ってください。